ハンバー偵察者は第二次世界大戦中に用いられたイギリスの軽偵察者である。ハンバーマッキー偵察者の側面、第二次世界大戦が勃発し、イギリス陸軍はすでに優れたダイムラー偵察者を保有していたとはいえ、偵察者の需要はダイムラー社だけで満たすことができず、他の会社が同様の車両の生産を要求された。それらの会社の一つがルーツグループであり、 それは1942年にダイムラー偵察車のレイアウトと同様にして生産された。重量軽減という契約のため、ダイムラー偵察車はオープントップであったが、ハンバー偵察車は床が非走行とされた。この車両は乗員2名によって運用され、応急の座席が第3の乗員のために設けられていた。また、ナンバーワン級無線装備が搭載された。 並走は100発入りのドラム断層付きのブレン、軽機関銃1丁から構成された。必要に応じて、第二のブレン軽機関銃が追加された。これは天井に据えられ、または車両内部から自転車のハンドルに似た装置で操作できた。これはブレーキレバーに似たものでブレン軽機関銃の引き金を操作できた。1945年まで車両の生産は継続された。 少なくとも4298両が発注され、4102両が部隊配備された。うち1698両がマーク1だった。それらはイギリス陸軍の装甲部隊で偵察と連絡に用いられた。部隊では通常ハンバー偵察者はダイムラー偵察者よりやや性能が低いが信頼性が高いと考えられた。 少数の車両はポーランド第2軍団とスロバキア第1装甲旅団に譲渡された。戦後、ハンバー警察車はヨーロッパのいくつかの陸軍で使われた。また、ベルギー警察は1958年まで本車を使い続けた。ありがとうございます。